新年明けましておめでとうございます。ティモンさんです。2020年スタートということでね、黄金世代もますますの、ご栄翔の方よろしくお願いします。ご栄翔の方よろしくお願いします。そんな挨拶あるのかしら。まあいいや、やっていこう。海外留学が70日後に帰ってくるんですけども、横松とあれだ、あのサードの、あいつだ、宮原が帰ってくるんですね。で現在我がチーム20代が50人と大半を占めているというですね、非常に若いチームではありますが、余裕で1位を取っています。で今年のオーダーはね、こんな感じに決めました。これですね、1番畑山、2番片瀬、3番風間、大本、宮村、板谷、佐原、井出、草山っていう感じですね。ベンチメンバーがあんまりなんか多くなかったんで、できれば野手の方を増やしていこうかなって、正直もう一人増やそうかなとしたんですけども、どうしたもんかなと。野手をね、もう一人増やしてもいいんですよ。ピッチャーをね、6-6対戦にしてるんですけど、なんかその、どれを外していいのやらみたいなね、菅野がギリ外せるか外せないかみたいな感じなんだよね。菅野外して誰か入れるっていうのもあるんですよ。それでもいいかな。菅野外してみるか。5-6。で、野手1人。いや、もう1人誰入れるかなんですよね、ここは。本当にわからん。誰入れよう。まあ、とりあえず安牌なのか内野守れるタイガあたりが安牌なのかな。タイガも食らいついてるね、なかなかこの黄金世代の中で。これでいっか。よし、じゃあこれでやっていきます。したらば、とりあえず69日まで待つって感じかな。もう余裕で1位取ってるんでね。余裕で1位なんで、もう特にね、なんか目新しさというか、ここを見てほしいみたいなとこはないですね。おお、二村が急速下がってる。ほう、二村が落ちてくるか。なるほどね。で、今年、片瀬、大本あたりが多分 FA する年なんで、そこら辺も注意しつつって感じかな。ショップアイテン。大物ルーキー登場。さあ、今年も来ますよ、大物ルーキー。選手特製アイテム。わ、お、農場が2つ。コントロールプラス4。これでかいね。AA にはなんないか。まあでももうほぼ AA ですね。強い。今年はこれだね。この森口がどんな活躍を見せてくれるか。まあおそらくもうかなり勝つんじゃないかと。コントロールスタミナ CC かな。そんな感じするよね。立花。コントロールプラス5。でかいね。A。OK。スプリット、チェンジアップ、スラウト。完全に緩急で崩しに来るピッチャー。しかし150キロも出る。これがすごい。白坂。お、球速プラス2。OK。お、150キロいっちゃうんじゃないこれ。シンカーのみで抑える白坂ね。さあ、あとは、もう何もないかしら。そうね、何もないかな。うん。野手も何もない。お、河本。お、守備練習してたから、2つもらったかな。ぽいですね。あとは、もう何もない。何もないならもう締め切りますよ。お、山川。山川別に使わねえからな。しかし強くなったな。もう何もないですか？締め切りますよ。はい、締め切ります。締め切ります。はい、締め切ります。サハラがもう一個なんかもらえればな。サハラもあれなんだよな。能力なかったんだよね、確かね。確か何もなかった気がする。そう、4個中の1個なんだよね。だから守備練習。うわぁ、全然伸びないんだね、やっぱりね。まあ、こんだけ24歳で伸びて、まだ伸びないかって言ってる方がもう高望みなんだけどね。よし、じゃあ行ってみますか。いやー、2020年になったね。びっくりだね。このシリーズは何ヶ月前からやってるんだ。なんだかんだ一つのシリーズを何ヶ月前からずっとやるから、曜日とかなんか年数感覚が分かんなくなってくるんですよね、動画を出してると。いや、分かんない。本当に分かんないんだよな。自分が今何の動画を出して、それが何ヶ月続いてるのかも分かんないしね。まあでもパート10何本でしょ、俺。パート16とかか ?16、17ぐらいでしょってなったらそんなに、あれかな。さあ、どうしようかな。そういえば一回も開幕戦とか見たことなかったな。見てみるか。2020年だし。もう2020年で、もう、のっけから酒を飲みまくってました。もう、すごいよ。のっけから。もう大爆走。本当にすごいんだから。ずっと飲んでたんだから。ああ。ああ、めっちゃ鼻水出る。正月なのに。今これね、1月2日なんですけど、暇ですね。本当に正月は。暇暇。本当に暇なんだ。なんだろうね、この暇さね。正月ってなんか結局暇なんだよね。何もやることない。勝った。
よし、西矢。9安打完投。畑山4安打。この畑山がね、普通に出るとね、盗塁めっちゃするんでね。唯一の足の人なんで。片瀬と2人かな。U2の足の人。さあ、43日ね。これ3日行くから、4月中は飛ばしていいのか。じゃあ、ここら辺まで飛ばすか。ほい。いやー、まあ今年もね、おそらく1位取るでしょう。うん。まあ負けないでしょう。こんな戦力有して負けることないでしょう。ピッチャーが圧倒的に強いんだから。ピッチャーも強いし、打線も強いしな。ちょっとみかん食べますね。実家からみかんが送られてきてね、いい正月ですよ。お酒もね、茜霧島とか霧島とかね、いろいろ送られてきてね、もう酒が終わらない。酒が本当に終わらない。ネバーエンディングストーリーとはこのことでね、本当に酒がずっと、もう飲んでも飲んでもまだ減らない。いろんな飲み方してるんですよ、焼酎をお湯割りにしたり。霧島うまいっすね、やっぱりね。芋焼酎ですけども。九州の酒はうまいっすね、やっぱりね。焼酎と日本酒がやっぱ一番うまいよ、最近。あ、これ牛ハンキ。もう一個いけどね。うん、ニカもうめえしな。最高だよね。さあ今年の FA どうしようかね。大元とか取りたいけどね、やっぱ勝たすとかね。こればっかりは分からんのよね。出てく可能性ももちろんあるしね。そこが本当に分からんところね。残り6日か。じゃあちょっとアイテムでも買いますか。農場、藤島、山手。これで間違いないべ。6日だから9日か。まあ、この辺まで。はいはいはい。はいはいはい。誰がどんくらい成績残してるかわかんないけど、もう見なくてもいいぐらい勝ってるからな。さあ、明日帰ってきますよ。早熟。コーチの素質がない。なるほど。西やな。藤島はすごいね。6勝1敗。藤島を2番手に据えるっていやらしさね。もっと農場が思ったより。うん。立花、2.47。ああ、でもすごいね。いや、すごいよ。さあ、新人は、どうだい？ああ、2.87。いいね。余裕だね。余裕ですよ。さあ、さあ、さあ。おっと、二村。あ、この辺がやっぱ1点台ですな。すごい。1.98。白坂は相変わらずすごいね、やっぱりね。やっぱり抑えるんだもの。笹山あたり使いたいけどね。いたや。怪我してら。足、怪我してらね。ああ、なるほどね。しょうがねえか。風間、2割並ぶ。あら、思ったより。うん、まだ1本か。いで、3本。草山が3割。おお、いいね。で、まあ、2割8分。まあ、9大点か。2割3分。お、下園、打率10割。打率10割って。1回だけだろ、ヒット。打線のテコ入れ必要かな。勝ってるから別にいいんだけど。まあ、ちょっと気になるは気になるな。うん。片瀬を下げるかい。草山、好調なんで草山を上げまして。あとは、佐原も5番にしちゃおうかな。うん。これでいこうか。入った。いや、すごいね。うん。まあ、これでいっか。よし。じゃあ、明日帰ってきますよ。行きましょうか。パソコン買いに行かないとな。で、毎回行ってるような気がする。最高。農場。えい。お、大敗。あら。農場。農場が大敗するなんて珍しいね。まあ、しょうがない。さあ、帰ってきました。どうなることやら。ドン。横松。ミートが、8かな ?8 上がって。あ、でもパワー上がってるね。あ、まあ、補給も上がって、まあ、守備がまあまあこんなもんでしょう。他が上がんなかったらちょっとあれだけどね。まあまあこんなもんか。うん。アメリカリーグだよね、これね。まあ、パワー、まあ、打撃がこんだけ上がったならもう十分でしょう。宮原。まあ、パワーは上がんねえか。ミート、あ、うわ、でも全部、1とか2とかだな。
まあ、ミートが C まで行ったのが、まあまあ、救いかなぐらいか、確か。いやー、そうか。なんか、あんまりだったね。あんまりだったね。唐突に中尾明のね。どうしようかな、宮原。サートだからな。板谷になっちゃうな、どうしても。外したら。あ、犬塚か、犬塚にするか。犬塚外して、横松も使いたいな。これがダイソーとかでいたらもう完璧だもんな。金子になっちゃうかな。でも金子守備どこでもできんだよな。内野どこでもできんだよ。あ、でもタイガーもまあまあできるんだよな。誰だろう、誰外す。いや、下川はやっぱり外せないよな、やっぱりな。近藤かな、近藤にするか。やっぱ下川は外せないよね、やっぱりね。下川だけは外せない、何があっても。横松、しかしこれが後ろにいるのはだいぶ強いよね。うん、強いと思う。下川代打の神様としていて、タイガーにするか。うん、あ、痛いにするか。どうせ痛いが外れるでしょう。うん、で、とりあえず宮原をサードに入れるか。はい、まあこうなるか。うん、風間もファースト適正ちょっと上げたから、これでいいとして。うわー、こうなると4、5番かな ?5 番かな ?5 番に入れたいね。んで、横松はどうしようかな。来年かな、来年かな、セカンドとかサード。セカンドだよな、でもな。これがセカンドでいたら相当強いべ。本当はショートにいてほしいんだけどさ、こういう人。ただ、もう草山がいるからな。こいつがショートにいて、でもセカンド、こいつも強いぞ。井出健もなかなか強いんだぜ。横松もセカンドにいたら、これ恐怖だな。これは強いな。黄金世代だね、本当に。笑っちゃうね。あれ、今、コピー、ちゃんとできてた？あ、できてたか。オッケーオッケー。よし。じゃあどうしようかな。もう特にやることないな。やることなくなっちゃうんだよな、このシリーズは。あまりにも強すぎて。白坂通算、200セーブおめでとう。早いね。さあ、大塚も怪我する。さあさあ、草山がノリノリですからね。覚醒したら面白いけどな。もうさすがにあの能力で覚醒はしないか。そうだよね、覚醒はしないよね。しょうがないよね、覚醒はしないさ。覚醒って多分ある程度条件あるんだよね。能力がこんぐらい低くないと覚醒しにくいみたいな。多分ある程度あると思うんだよね。だから A がもう何個も入ってる草山なんかは多分もう絶対覚醒しないんだよね。悲しいな、肩先が怪我した。3週間の怪我って何ぞ ?3 週間はちょっと重いんじゃない？足かな？足だとしたら能力が下がるから やだな。はい。アキレス腱痛、これはやばいぞ。アキレス腱痛は能力が下がる可能性が。ああ、やっぱちょっと下がってる。足がちょっと減ってるな。そうか。痛めちゃったか。しょうがねえな。さあ、ここで誰が代用を聞かすかだな。川本行ってみるか。いやー、そっか。アキレス腱痛か。しんどいな。センターがいなくなっちゃうよ。いや、よくないな。よくない、よくない。いや、そう、よくないよね。下川を、その、入れてみるっていうのは、そう、時期尚早すぎる気もするね。しかし、使ってみたいっていう気持ちもやっぱり。これがセンターもちょっと怖いんだよな。でもセンターがいねえな。いや、試しだ、試し。俺は下川にそんな期待をしていないけども。全然期待なんかしてないです、下川に。下川に期待なんかしてないけども。まあ一応5番レフトに据えてみようっていう。そうだね、一応ね、一応5番レフトに据えてみて、どんな活躍を残すかなっていう。別に活躍を期待してはないですよ、全然。全然期待なんかしてないし、むしろもう、早く勝たせ帰ってこいっていう、その一心でね、下川をやっぱり
5番レフトという大役を授けてみようと思っているわけさ。いや、その打たなくて当たり前なんだから、下川なんか。交流戦優勝。いや、打たなくて当然なんですから、もう。もうちょっと行ってみるか。片瀬が帰ってくるぐらいの時にもう一回決めよう。果たして片瀬を使うか、下川を使うか。やっぱそこをやっぱり見てみよう。一体ね、守備能力とかも考慮して、どっちが勝つかっていう。風間一週間の怪我。あらら。ファースト誰かしらね。片瀬が復活した。さあ、片瀬が復活しました。さあ、こうなった時に片瀬が残るか、下川が残るかですね。片瀬入ってますね。さあ、行ってみよう。行くぞ。うん。うん。もう期待通りの、期待通りの活躍をしてるな。ちゃんとお前は、期待通りだったな。2割並ぶぐらいだったな。いや、だろうなと思ったけど、本当に予想通りだったな。はい、もう、片瀬です。もう片瀬です。いや、宮原がやっぱすごい。3割並ぶ。これが5番に座ってるチームは強いね。しかし、まあ、6番を打てるバッターがいないね。こうなっちゃうな。うん。片瀬の足が消えたのがちょっときついな。アキレス腱痛か。いっそのこと断裂ぐらいしてる方がね、能力が上がるから、そっちの方がいいんだけどね。まあしかし、断裂を祈る GM も嫌だよね。アキレス腱痛かいみたいな。いや、断裂しとかんかいっていうのも、やっぱちょっと恥ずかしいよね。さあ、しかし、どっか変えたいけども、どっか変えなくてもいいぐらい、変えなくてもいいんじゃないかってぐらい、ちょっと、充実してんだよな。一回ちょっと農場と笹山を変えてみるか。辻田とか竹下も使いたいんだけどな。藤江無理しな。辰巳は行くはずか。うん。まだ2軍にすごい奴らいっぱいいんだよな。そう、2軍にすごい奴がいっぱいいるっていう。2軍が圧倒的に強いんじゃないかっていうのもあるよね。森谷もいるしね。そう、森谷使おう。大久保もまだいるんだぜ。飯島もいるぜ。これ今の1軍がごっそり抜けても多分大丈夫だな。今の1軍がごっそり抜けても全然戦える気がする。まあ、野手に関してはちょっと無理かな。森口能力判明。磯田、森口、小池、能力判明しました。お、我が。これで全員判明したかな？見てみるか。お、丸太能力判明。いて、スランプ。うん、強いね。これ夏に優勝決まっちゃうんじゃないこれ。あ、ついちゃった、マジック。早い。8月中に消えちゃう、こんな。早くついたら。はいはい。さあ、じゃあ新人選手の能力を見ていきますか。何でしょう。はいはい。じゃあ新人選手の能力を見ていきましょう。さあ、一体ね、どんな能力をしてるか。まあまあ、そんな森口以外は期待しないけどね。じゃあ見てみるか。森口。まず何勝上げてるかだな。7勝3敗。おお、いいじゃん。じゃあ見てみますか、能力。ドン。はっはっはっは。強っ。いや、もう、エースじゃん、もう。もうエースよ、こんな人は。ええって。1年目で。入団時の能力半端ねえな。コントロール、スタミナ、149キロ。化け物じゃねえかよ。小池、2位。あ、肩強い。いや、もう十分だな。こんな強かったらいいわ、もう。四国のスラッガー。スラッガーなんだもんね。すごいよ。我が。うん。あ、でも全然強いもん。四国の走り屋。四国の走り屋とスラッガーが二人入ってきたんだな。磯田。ああ、強い。いいね。こういう選手がやっぱ我々はいつも待ってるもんな。こういう選手を我々はいつも待ってるから、やっぱり。いや、もうロマンの方がやっぱり一番好きなんだから。あ、でも丸太も強いな。代打でこんだけパワー強いのはもう天才だよ。いいよ。非常にいいね。いや、非常に良かったですね。あ、大阪がスランプ。じゃあ、ちょっと親心で。大久保。お前、君に決めた。
中橋が思ったより防御率が。あ、森谷 0.87。すごいね、やっぱり。まあ、こんなもんか。先発は変わんないね。やっぱり変わんない、先発は。どうしようかな。代打丸持ってる丸太。行かせてみるか。いたよ、スランプだし。あとは？あとは、特には。あら、大元が思ったより下がってきたな。なんじゃろうか。片瀬もなんか思ったよりだな。どうしたんだろう。あら、下川が。下川とか思ったより打ってる。なるほどね。やっぱ我々は、下川と丸太を代打要員に据えるべきだったんだね。下川代打率3割ってすごいな。あ、でもそっか。試合出てたのか、よく考えたら。じゃあもしかしたらそんなに残してない可能性もあるな、率は。うん。まあまあ、こんなもんか。はい。OK です。したら、練習とか全くしてなかったな。まだ誰も特訓とか持ってねえか。大麻遅えな。もうちょい早くしてくれ。打撃練習でいくか。うん、とにかくこいつらは打撃練習だ。横松。そうね。積極盗塁は覚えさせたいね、やっぱりね。積極盗塁持ってないと本当に盗塁しないからね。そう、宮原帰ってきたんだ。あ、でも守備、シーンになったら嬉しいな。たくさん練習して上手くなってほしいな。これ毎回俺言うな。嬉しくなってほしいなとか言うときに。たくさん練習して上手くなってほしいな。この間初めてホームラン打ったの。俺なら孫とも楽しめますよ。ジップヒート 3D アクションゲーム。ジップヒート、超エキサイティング。ボールを相手のゴールにシュート、超エキサイティング。 3D バトルドーム、ん？ 3D シュート、ん？なんだっけ？ 3D アクションゲーム。バトルドームが。立花が伸び覚えちゃってる。お、森口が。あれ？特の名も覚えさせなかったっけ？あらら、じゃあ玉持ちにしますか。で、絶対森口はアイテムを持ってるはずだから今。なんか使おう。ほら、4個。来た来た。はっはっは。スタミナが5上がって、球速も1上がった。どれ？はい、もうエース。はい、もうエースです、もう。こんな人はもうエースですよ。押しも押されぬ。押しも押されぬエースです。お、徳山2個。コントロール3。いいね。いいよ、いいよ。お、白坂もまた1。白坂が一番成長してるのかもしれないね。来た来た、コントロール B。いいね。何度見てもいいね。お、下川。パワープラス5。DD から変わらす。まあ、そっか。あとはもう丸太がなんか持ってきてくれるかどうかを楽しみにしとくか。よし。飛ばす飛ばせ。ぶっちぎれ。ぶっちぎれ、ぶっちぎれ。もう夏に優勝決めちゃえ。もう夏に優勝決めるのが一番いいんだから。大久保が怪我した。大丈夫か。いや、もう誰も怪我しないように頑張って。お、200本本塁打おめでとう。誰も怪我しないように。大久保が怪我から回復。さあ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 、金村がまずまずの活躍。活躍してんのか、金村。よかったよかった。一体スランプ脱出。ちょっとここら辺は温情で変えていくか。まず大久保どうだい。あら、ルーテンルール。あららら、すごいじゃないのさ。あー、でも中継ぎが強すぎるな。森口10勝3敗。いや、もう新人王だね。これは新人王ですよ。笹山5勝。11勝6敗。いや、西矢をこれ、一回下げてみてもいいな。農場行かせたいな、ちょっと。うん。そうだね、こうなるね。一回西矢も2桁いったし、下げてみて。サーラの疲労が溜まってきましたな。丸太。令和リレーブ。レーリン。いや、宮原が圧倒的サードだね、やっぱりね。
圧倒的。風間が2割9分9厘か。なんか、もうちょっとだなぁ。あとちょっとなんだけどなぁ。あ、草山下がってきたね。草山下がってきたけど、対左 B か。いいじゃないのさ。お、畑山も32盗塁。北のスラッガーと言われている男がね。さあ、これで大本が4年連続3割30本ぐらいいくのか。100打点いってほしいけどね。片瀬、これじゃあちょっと FA したとき弱いって。FA できないよ、それじゃあ。それじゃあ、痛い上げるの忘れてた。ドンマイドンマイ、ファイトファイト。ドンマイドンマイ、ファイトファイトってなんだっけと思ったけど、あれだな、うちの女子バレー部の、うちの中学の女子、ああ、サハラが怪我した。うちの中学の女子バレー部の、あの、アタック外した時の、あれだわ。あ、足怪我してっか？あれ？違うかな？わかんねえや。ドーマイドマイファイトファイトって言ってたんだよな。うちの女子バレー部言ってた。女子バレー部、俺男子バスケ部だったんだけどさ、女子バレー部ってなんかエロかったよね。なんであんなエロかったんだろうね、今思うとね。女子バレー部ってなんかエロくなかった。俺すげえエロいと思ってたんだけどさ、どうにかして付き合いたいなと思ったしさ。まあ付き合いこそできないんだけど、絶対男子バスケ部のやっぱり男子バスケ部のさ、控えだと俺はさ、そんなこと許されないわけさ。悲しいね。悲しいわ。DH 痛いやつ買ってみるか。2番に誰据えるかな。2番に入れても据えてみるか。思い切って。うん。ほいほい。いや、悲しいなぁ。女子バレー部、今何やってんだろうな、みんな。何人かは知ってんだけどね。なんか地元の店継いだりとかさ。で、既婚した子もいたな。あとは整体師になった子もいたしね。整体師っていうか、なんかスポーツ科学みたいなとこ行った子もいたしね。懐かしいな。女子バレー部の同窓会に俺も入れてくんねえかな。宮原の料理、もう止めらんない。もう止めらんないぜ、宮原の料理は。もう止まんない。そしてもう優勝ももちろんしてるしね。佐原怪我復帰。さあ、佐原が怪我から復帰したと。じゃあ、使わざるを得ないな。はい。さあさあさあ、どうしようかな。しかしまあ、正月なのにね、こんなにずっと、年がら年中パープルやるとは思わなかったよ、俺も。もうずっとパープルやってんだもんさ。笑っちゃうよね。年末もパープルやってたんだぜ。年末もパープルやって、年始もパープルやってよ。もうずっとパープルやってんだよ、俺。年がら年中。何やってんだかだな、本当に。何やってんだかだもんな、本当にな。いたや、早熟かも。やっぱりそうか。俺は気づいてたよ。君が早熟なことは。草山23本。いや、すごいな。23本だったら草山に打たせてもいいな。6番。で、むしろ出塁してくれたらラッキーっていうところで勝たせ。かな。早熟かも。あ、いろんなことが上がってきたね、みんなね。普通、OK。みんないろんなことが上がってきた。ただ、そんな中でも草山は走り屋ってことしか分かってない。謎大きい人物だ。大本も普通。はい。あれ、風間も意外と分かってないな。6年いんのにな。井出も分かってない。意外とみんな分かってないな。あ、意外とみんな分かってない。走り屋と大砲が多いね。とにかくうちには走り屋と大砲が多いね。そして自分のことを切り札と言い張る下川ね。いいね。下川が一番いいかもしんないね。もしかするとね。みんな下川みたいになりたいかもしんない。なんかわかんないけど、あいつずっと一軍いるな、みたいな部分で。あいつわかんないけど、なんかずっと一軍いるんだよな。別に何がすごいわけでもないのにな。もっとすごい奴がいたら絶対すぐ抜けるはずなのに、あいつ絶対一軍いんだよな。羨ましいぜ。シーズン終了。さあ、シーズンが終わりました。
シーズンが終わった段階でシーズン成績を見て終わりますか。ドラフトは次回にしましょうか。ドラフトはまた次の講釈にしましょうか。また次の講釈でっていうの伝わんねえんだよな。最有機、昔の最有機の次回予告、それはまた次の講釈で。遠い昔の話で新しい講師が今目を遂げながら何を目指しているの。やっぱ5対5最高だよね。さあ今年の成績を見てみましょうか。まあここら辺あんま見てなかったけど、まあビジター勝率も7割超えてますからね。ホーム勝率も7割、デーゲームも7割、ナイトゲームも7割、サヨナラ勝ちもしてますね。先制時勝率が8割5分と、もうほぼ負けませんね。うん、先制点を許しても5割勝つと1点差勝利が7割はすごいね。抑えがしっかりしてるってことだもんね。楽天でも7割勝つしね、強いね。うん、逆にこのホークスのもう3回ビハインドで負けてたらもう絶対に勝てないみたいな状況あるんだね。あ、でも連勝は意外としてないんだな。9連勝なんだ意外と。連敗が少ないってことか。はあ、連勝こんなもんなんだね。意外意外。さあ野手ランキング、西村が首位打者ですな。うん、で次栗原、中谷。あ、意外と3割は大元だけなんだ。あ、うちの3割大元だけだったの。あらら、3割30本100打点、4年連続かな、わかんないけど。39盗塁、これは盗塁王もありえるんじゃないかい。3塁打10本めちゃくちゃ打つじゃん。はい、お、ホームラン王、打点王は増高か。そうか、打点王取れなかったか。すごいな、中川4割って。中川圭太すげえな、4割5分。はあ、盗塁は、ああ、周東か。まあ、そら周東になるか。周東やっぱすげえな。うん。まあまあ、こんなもんか。はい。盗塁は、佐原、あんま刺せないね。これで刺せないの何なんだろうね。ピッチャーが悪いんかな。まあ、起投数もそんなにないから。いいのか。さあピッチャー藤島、最優秀防御率、お、最多勝も取った。白坂53セーブすごいね。シンカーが7になってるね。もともと7だっけ。中橋64登板44ホールド49ホールドポイントか。完封、あら菅原がすごいね。これで完封できんだね。はあ、三振は、うわー、山本か。これ本当に負け運ついてるか本当にこれ負け運ついてんのか。これ16勝上げてんぞこれ。本当か。奪三振率10超えんのが3人いるのすごいな。山岡と山本いるオリックス超強いだろこれ。超強いだろと思ってるけど、でもうちの方が勝ってんだよな。梶本、お、支給率少ないね。いいね。うん、まあいっか。あれ、これもバファローズ、あ、ファイターズか。はいはいはい、こんな感じでした。うん、じゃあここで終わるかい。そうだね、ここで終わろう。よし、じゃあ今回はこの辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。